ゲーム。結構みんな早いな。ドン。かわいいね。バーイ。朝からバーベキュー、バーベキューでパスタを作ってますよ。ふっふー、雪国、イエローストーンがね、ストームで真っ白になったので、で公園も閉鎖されてたので、山を下ってきたけど、山下っても雪国でした。なので朝からバーベキューてな感じでやらさせていただいております。ここは何やったかな、アイダホホールズか、アイダホホールズ。すぐそこに川がある。焦げ焦げだね。しかし寒いございやすな。なかなかの勢いで思い出した。表面だけ焼けてるニンニク丸まま食ったら胃が焼けるように痛くなった。やばいじゃん。それやった方がいいんじゃない。水を足すというのはどこなんですか。なんかこの炭微妙やな。ね。Camping. Okay, so it's just $10. Okay. Thank you. You're welcome. Oh, いた。あ、早速いた。ライソン発見。すごい。大きい。煙に匂いがする。ジュニアさん、めちゃくちゃ、うわ、めちゃいた。左すごい、すげえ水浴びしてる。泊まる、そこ泊まりたい。そこでご飯食べよう。観察しながら。いいよ。わあ、コバイソンもいるんじゃない。これコバイソン、コバイソンね。よし、ここがお昼ご飯ポイントに決定。群れてた、よかった。すごい量だね。バイソン、みんな仲良く暮らしとんねやろな。あ、寝っ転がった。あ、転がってるやつおる。すげえ暴れてる。左側らへん、ほら、本当や。左のあの塩と土の境目。あ、こんなヨウさんおったんや。ヌーの大群みたい。ほんまや、クロスロードしようとしてるっぽい。大行列です。ヌーじゃないわ、なんやった、バッファロー。バッファローなのかバイソンなのか。湖の方から水浴び、水浴びなのかな、これ。水干からびてるけどね、塩湖やから塩しかない。塩浴びしてからの、おお、すげえすげえ、走った。バス2台分は離れろっていうやつやんね、これ。バッファローは25メートル手前から見ましょう。クマやったらもうこの距離ですでにアウトかな。アウトじゃないかな。やばいな。あん中に密かに一匹クマ混じってたらどうするん。クマはね、いないはずかもしれない。てってれー、クマでしたーとか言ってブラーッつって走っていくかもしれない。そうだよね、50メートル3秒だからね。ボルトより速いんじゃない。なんやろ、塩浴び終わって今度はご飯っていう感じなのかな。ご飯が
がいっぱいあるところに、あっちクロスロードしてそうだね、本当に。あ、してるやん、向こうほら通ってんじゃん、道道渡ってんじゃん。ね、すげえ、こっちから渡ってんじゃん。あ、いいな、今から行ったらバイソンたちの通行を妨げることになってしまうよ。あ、止まりはったわ。お、すげえ、めっちゃ渡る、めっちゃ渡ってんで。うわ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 、すごい。足が速いね。うーってる。あ、すげえ。やばい、25メートルってどのくらい？ぼちぼち？この車ぐらいまでかな。いやでも広角やからちっちゃい、このカメラ。広角じゃないモードで撮ったらいいかな。魚眼無効にしてみたけど大して変わらん気がするな。魚眼無効じゃん。魚眼無効ですよ。あ、無効、涙が出てきた。すごい、寒かった。あ、本当だ、かわいい。お花をね、つけてる子がいる。ほんまや、かわいい。お花つけてます。プルル出るわ。お花ついちゃってる、かわいい。おー、大移動ですね。のんびり暮らしはんねやろな、ここで。こんな感じ。じゃあ気にしてあげるんや、優しいな。ほら、遅れ組が今来た。走った。遅れる遅れるってなって。やばい。やばい、言ってるけど、だいぶ遅れてる奴らおるからな。あいつらも急ぐ気ないな。走り方可愛いんだけど。おお、結構みんな早いな。ね、坂は駆け上がるシステムなんかな。確かに。一気に行かないとねっていう感じかな。すごい。アスファルトの歩き方も慣れてますな。あ、気にしてあげてるな、あの子。ほんまや、ね、後ろちょっとまだ何人かおんでーって、うん、前に言いに行ったんじゃん。ちっちゃい子とかね、8頭ぐらい遅れてるなんか。はい、バイバーイ。すごい、急に鳥が増えたような気がする。あれで一家族かな、はい、ね。このお父さんのんびり派なんや。急いでも知らないわ。まだ後ろから来るやん。ほんまや、まだ結構後ろおるな。いや、よかった。そして素敵な島です。まだ向こうもずーっと続いとんやね。すごいね、これ淡路島ぐらいあるかもしれんな。アンテロープ島の謎のポイント。ここが何なのか私も知らない。うん、フィエルディング、ガーランチ、あ、タイムラインオブヒストリー。あ、なんかすごい、カウボーイっぽいよ。ほんまやね、うん、カウボーイが住んでおったところか。何の機械やろうね、これ。この辺を耕してたんかな、これで。なんやろな、どのように動いてた機械なんやろな。農業好きな人にはたまらんところ。6000年前から、6000年前から人が住んどったとこなんか。ネイティブアメリカンがおったわけやな。そうやな。はーい。ははは、ビルディングギャランチ。OK, thank you.カーボーイごっこできるとこ。6000年前ね。で、ここができたんは何年前なんやろうね。33年の歴史があるってよ。133年。こっから始めよう。あの夫婦がここに住んでんのかな、今も。管理してるのかな、わかんないね。寒いよね、ずっと外で待ってるの。ね。うわー、すげえいっぱい、なんかいろいろある。すごいね。うわ、バイソンの毛皮、これ触ってええんかな。骨ちっちゃ。違う、これは違う。これは違う、これは違う。え、これ触っていいんかな。お、
バイソンじゃないの？クマかな。なんかクマっぽい気がする、バイソンよりは。これクマよけちゃん、ちゃうかな。クマよけベルトじゃんこれ。あ、かもね。すげえ。火焚くやつや。へえ。このおっちゃんが住んではったんかね。最初の一文字が読まれ。筆記体難しすぎる。あ、水平器や、すっげえ。いつの時代のやつ？プラスチックがもうある時代？ガラスかこれ。じゃあそんな昔でもないんかな。かもね。さあ、ニューケースモデルトラクター。トラクターや、古いモデルのトラクターね。ソールドヒアって。さあ、ラストワールドバッファローハント。なんだろう。何でしょう、何の板やろな、これ。何やろ、この板。気になる。バッファロービル、ヒムセルフ。どういうこっちゃ。すげえ。棚。もう自転車。かなり古い形の自転車ですな、これは。かわいい。こんなん赤ちゃんでも乗られへんのちゃう、こんな。三輪車綺麗やな。いろんなこういうサインが面白いね。ジープポスト、ストップの This means you island launching。 なんだ、 Please do not cut。 ノコギリとか差し金もある。大工さん？あ、へこいて思った。大工さんの道具？わ、広っ。はあ、すごい。あ、あれがトラクターじゃん。いろんなものが置いてある。へえ。あれがさっきのニューモデルトラクターじゃん。でかっ、おつ。いや、いろんなもんがあっちにもいっぱいある。これは何に使われとったもんやろな。でかいな。あ、馬がおるやん。あ、みんなあっち行ってるわ。何かをする機械やな、これはな。何かをする機械。なんだろうね、これは。こっからなんか出てくるシステム？なんやろうな。何の、ここにも穴が開いてる。あ、中が見えるぞ。火を焚いてたんかな、ここで。何やろな。あ、ここに書いてあるわ。グレイン。穀物をなんかしとったんかね。ソールド、ソルトリクシーなんか売っとったんや。ウィーツ。ウィーツって何やった？まあなんかしとったんやな、ここで。なんかしとったことには間違いないわ。へぇ、ボロボロや。難しい。英語の勉強せなあかん。馬はヨウさんおる。こんだけの馬でもあの老夫婦だけで世話してんのかな。何おんの ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人もおるぞ、馬が。あ、この11人目もおるやん。すごいね、この11人もの馬、あの老夫婦だけで世話してんのかな。来た。あ、来たで。ハロー。水でしたね、この。水か。触っていいんかな。噛む？馬って。嫌だったら。すげー、飲んでる。
こんなバッチ水飲んで大丈夫なの？綺麗なんかな。だってなんかいっぱい浮いてるし緑やで。緑のもの食べてるからね。あ、そっか。あ、こいつらご飯が浮いてるだけか。こんな近くで馬が見れるなんて。こっち向いて。肌の下を触らせてくれ。こっち向いて。馬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 。名前違うんかな。違うやろ。英語で話しかけてわかる。ホース。ハロー。おおほほほ。あれ嫌？男の人嫌。嫌なのかな。ちょっといいですか。ちょっといいですか。あれ逃げられた。草食べてる。もしゃもしゃと。すごい。かわいい。なんでそんな際のすぐ草くんや。この辺が美味しいんか。やっぱ生えてるやつの方が美味しいんかね。生が好みになってる。穴場やねんな、ここは。やっぱ生えてるやつの方が新鮮ですか。すげえちぎって食うてる。すげえ歯がこんなんにかぶられたらひとたまりもなさそうやな。うまい？馬だけに？ドン。かわいいね。かわいいね。ほなね、バイバーイ。あら、みんな行っちゃった。ここは何しよったとこかね。ベルトコンベアみたいなのついてんじゃん。馬小屋ではないか。上に馬を、あ、でも階段なんか上がれへんか、馬。このコンベアで何を。でもやっぱなんか上がれんのかな。あ、こっちからでもスロープから。シープか。あ、お前羊や。あ、こっちから羊が出入りできんね。へえ、羊毛取ってたんか。へえ、こんな狭いところに閉じ込められてたんか。じゃあこのコンベアでやっぱ餌を。ガサガサやってたんかね。そうだもんね。なんか怪我した時とかだけじゃないのこれ。あ、毛刈りの場所か、うん、確かにね、毛刈りエリアかもしれん。Do not beyond gate。 あ、奥は絶対にこれ毛刈りだな。ほんまや。ここにはめ込んで、寒かったろうに毛刈られたら。暑い時に刈られるんじゃない。そうか。放置してたらやばいと思う。本人たち動けなくなるからね、毛で。そう。じゃあ人間が飼ってくれてこそありがたいやつらなの。だってそう、毛を作るような品種改良した生き物じゃん。あ、羊。人間がそのように作ったんや。そのように。じゃあ人間が飼ってくれないと困るわけや。そうそうそう。すごいね、人間生き物を作り出すなんて。なかなかいい感じのとこやったね。何の機械かようわからんもんがいっぱいあるけど、やっぱ英語ちょっと読めるように勉強せなあかんな。こういうとこ来てなんて書いてあるのか分からへんと何のこっちゃ分かれへん。いや、ええとこでした。ここでチェッキン。
いっぱいに街中だからね。ハスキーっぽいワンちゃんがいるよ。到着。はい、ありがとう。じゅんやさん、じゃあまた。うん、またね。ありがとうございました。ありがとうね。非常に楽しい、非常に楽しいアメリカでした。ありがとう。はい。気をつけて。言うてそんな急ぐ必要ないからな、俺。うん。ああ、寒いな。寒いわ、これ。こんなところでお別れです。コンビニやね。トイレない。支払いオッケー。ラストガソリンやね。レギュラーやな。なんかいつもと番号が違う。ね、入ったよ。すげえ凍ってる。ねえな、これ洗わんでええんかな。それぐらいは許してくれるか。窓ぐらいは拭いといてあげた方が親切やな。うん、汚ねえじゃねえか。ほう、寒いね。結局 何マイル走った？すごいね、1万キロオーバー。掃除してくれたの、もしかして。うん、一応窓は綺麗にしておいた方がいいかなと思って。確かに。まだ真っ暗やん。中で生産する。ああ、中で生産ね。何の生産や。お小遣いかな。およそ2ドルずつやで。あ、2ドルももらえる。8ドルでいい？小銭じゃあ。アリゲーター。あれか、タクシー代があるのか。でもあ、そうだね。今ごめん、タクシー代で8ドルは吹っ飛ぶ気がする。あ、じゃあごめんなさい、じゃあみんな2ドルずつ回収。ごめんなさい。悲しい。ほな、まあ行きますさ。ありがとうございました。 ありがとうございました。バイバイ。じゃあね、またね。またニューカレドニアで。あ、またニューカレドニアで。はい、最後まで安全運転で。最後に事故らんように。特に最後2人になるから気をつけてね。 いやー、ひと月、約ひと月頑張ってくれた車、お疲れ様です。さようなら。あー、早く火出えへんかな。ほら、頑張って。バイバーイ。 See you。行っちゃいました。おお、最後まで迫力満点やな。あ、さあ、私はここをまっすぐ行くだけ。ああ、行っちゃった。あ、マクドあんなとこあるやん。マクドでゆっくりしようかな。こっから歩いて18分。さてと、3週間ぶりの一人。寂しいね、急に一人になると。楽しい人らが一緒におったとこから急に一人ぼっち。そして夜明け前、しかも寒い。こっからバスでラスベガス経由のロサンゼルスに向かってタンパクほどして飛行機に乗ってハワイ経由のニュージーランド、オークランドに飛んで、また3泊ぐらいしてニューカレドニアに行きます。で、ニューカレドニアで年明けまでのんびりするという今後の予定です。楽しみですね。とりあえずこの寒い中1時間ほどバスを待たないといけない。
楽しいアメリカ旅行やった。本当に楽しかったね。またこういう旅のお誘いがどっかであるといいな、お金があるときに。ああ、手がかじかむわ。とりあえずさようなら。でけえな、教会かな、大聖堂みたいな感じかな。でこれがバス停か。とりあえずこの辺ですわ。近くになんか温まれそうな、あれなんやろね、レストラン、ファミレス的なやつかな。ファミレスか、 JB's レストラン。寒い、チャイニューするやん、あのレストランからかな。よいしょ。あ、テンプルスクエア155WS テンプル、この辺や言ってたな。ちょっとゆっくりできるか探そう。ということで、まあ、およそ3週間の、ね、アメリカ横断キャンピングカーの旅も無事に終了しまして、バスに乗ってロサンゼルス経由の飛行機でハワイからのニュージーランド、オークランドに行きまして、さらにニューカレドニアへ飛んで2ヶ月半ほどニューカレドニアで過ごしてきました。その時のね動画も、全部ねまとめて公開してますので、よかったら見てくださいね。そしたら、アメリカ横断キャンピングカーの旅終了ということで、また見てね。バイバイ。